明け方までかかりましてですね、そこの壁をぶち抜いたんです。で、このカウンターもその後動くようにしました。で、この満員劇場御礼座をですね、まあ藤原ビルで演劇をしょっちゅうやらしてやろう、頼みに来るようにそういう空間にしてやろうということで、照明も変えました。カウンターもこれここにありますカウンターも全部手作りなんですけども、10年前にこしらえた手作りのカウンターを、5年前稼働式にしてます。まあ、そういうこともやりました。ありとあらゆる、手を打ちましてね。で、この電通がですね、藤原ビルで演劇をやりたいと、またヘップホールでやるよりはですね、お客さんの評判がいいということを言わせてやろうということを思いまして、努力をして、空間づくりをやってきたというんです。で、これが、去年の満員劇場御礼座ですね。このチラシを見ていただいてもすごくセンスのいい、これオムニバスなんです。そこをなんとかという括りで、オムニバスです。なぜオムニバスかって言いますとね、ヘップホールで投資で一本でやってるんですよ。だけどヘップホールなんか舞台が広いですから、まあ、それはそれでいいんですけど、藤原ビルで同じことをやってもヘップホールには勝てないですね。だからこちらから提案しまして、そのオムニバスなんですね、6本立て。そうするとそれほど広い動きをしないでも演劇がやれる。で、台本充実させればですね、さっきの、鳥のお話をいたしましたけども、お客さんがご覧になってですね、一本の話をだらだら見せられて面白くなかったっていうことで帰らせるよりはですね、オムニバスで何本かやりましてね、で一番面白い話を一番後の方に持ってくるんです。そしたらお客さんの印象としてはすごく面白かったっていうことでお帰りいただくということもできますので、そういうことを提案しまして、オムニバスでやりなさいということも、劇団に任せてるじゃなくて、ある程度私が介入しましてですね、そういうふうな方向へ持っていっております。残念ながらですね、8時半過ぎてしまいましたので、もし、本格的な話を聞きたい、実はね今日本格的な話させていただこうと思って、法律関係の書類も持ってきてるんですよ。十分噛み応えのある話もできますので、もしお時間がありましたら、お残りいただきましたら、こういう資料をお見せしてお話ができると思います。以上、取り留めのない話、短い時間ですので、どの程度の話しかできませんけども、また8月21日の、大阪大学 の、 そのイベントにお越しいただいても結構ですし、また、3名程度まとまっていただいたらですね、私のところへ何か話しろということでしたら話させていただきます。また、繰り返し申しますけれども、このあと、居残って面白い話を聞きたいということでしたら、この後も話させていただきます。以上、取り留めのない話で恐縮でございました。ご清聴ありがとうございました。